マッハエクストリームテクノロジー MXDS シリーズ SSD50GB サンドフォースコントローラー SF1200 を搭載した MLC 採用の SSD を MacBook のハードディスクと交換します。MacBook 本体の背面を上にしておきます。ラッチを押してカバーを外します。バッテリーケースを外しておきます。ハードディスクの黒い固定バーをプラスドライバーで外します。つまみを引き上げて SATA コネクタを外します。 SATA コネクタを接続して SSD を装着します。黒い固定バーをネジ止めして交換作業の完了です。電源オン直後はクエスチョンマークフォルダーが表示されます。キーボードの C を押しながらスノーレパードのインストール DVD をセットします。ディスクユーティリティを起動します。 SSD を選択します。次にパーティションを選択。ボリュームの方式を選択します。ボリューム情報に任意の名称を入力します。適用ボタンを押します。 MacBook のハードディスクがマッハエクストリームテクノロジー MXDS シリーズ SSD に換装されました。